マニアックステーションマニラジ、マニアックステーションマニラジ。この番組はおゲイ2人がアニメやゲームをテーマに大体脱線するはちゃめちゃラジオ。はい、皆さんこんばんは、ゆいでございます。こんばんは、メラミです。戻ってきちゃいました。はい、戻ってきちゃいましたというか、うん、YouTube マニラジですね、はい、うん、YouTube マニラジじゃない、YouTube のマニアックステーションのマニラジとして、はい、YouTube にも戻ってまいりました、うん、そしてスタンド FM でも毎週木曜日週1になりますけれども、はい、マニラジ続けていくことになりましたので、こちら合わせてよろしくお願いいたします。はい、まあ、ます YouTube でも聞いていただいて、スタンド FM でも聞いていただいて、はい、同じ内容ですけど聞いていただければいいと思います。全く同じ内容なんですよね。はい、まあでもとにかく週3ね、うん、無駄にやってたのを凝縮して、はい、週1になりましたので、はい、皆さん大切に聞いていただければいいと思います。そうですよ、ね、だらだら喋ってたあれもなくなって、はい、そうです、中身の濃いね、いい週1になるはず、はい、予定なのでよろしくお願いします。はい、はい、まあ、そんな感じで謝罪はこれで終わってまあね、うん、今真夏真っ盛りですけれども、うん、何 してるんですか、メラミさん、ね、最近家から出たくない気持ちでずっとこう、漫画アプリで漫画を読んでたりするかもしれないですね、うん、あ、そうなの。それは陰キャと呼ばれるもの行動なの、それって陰キャ、そうですね、陰キャと呼ばれる、うん、あ、家から出るときはもう日が暮れてからしか出れなくなっちゃったというか。あ、そう、水商売向きじゃん。いやいやいやあ、でも暑くないですか、出れなくないですか、もうこの夏。出ないけど、まあ、うん、出ないっていうか、私は最近よく出てるけどね。あ、本当ですか。出てる出てる、私、うん、夏は、はい、本当、まあお店今まだねお休みなので、うん、お店やってた時は私基本昼間はずっと寝てるから、あ、確かに暑かったのか暑くなかったのかなんてちょっとわからない次元で生きてたので最近はなんか四季を感じて生きてる感じなんですけど、私ってこんなに汗かいたっけってぐらい書くようになったし、うん、書くようになったっていうか外に出てるからだと思うけどね、うんうん、でもなんかやっぱりやだ、このマスク、うん、マスク焼けしそうでやだ。あ、そうですね。本当に。マスク焼け、すごい、なんだろう。みすぼらしいというか。なんか、うん、あと、密着しすぎてるマスクってあるじゃん。あ、ありますね。あれ、死ぬよね。死ぬ。うん。本当に死ぬよ、あれ。死ぬ。なんか、やっぱりほら、政府も一応言ってんじゃん。うん、周りに人がいなければマスク外して。ね。夏場は本当にマスク。いや、本当に危ないと思う、あれ。うんうんうん、結構ね、事件にもなってますからね、うん、いや、マジで本当に水分補給ね、うん、するのは結構当たり前なことなんだけど、ちょっと忘れちゃったりとか、そうそう、飲むタイミングがない時ってあるからね、絶対に、うん、しかもなんかマスクしてるとずっと喉が潤ってる状態で、うん、水分不足を体が感じないみたいなんですって。なので、なんか気づいた時にはもう、うん、終わりみたいなことが多いみたいなんで。あとね、皆さん知ってますか、マスクをずっとつけてると表情はあまり作らなくなるらしくて、確か顔がね、たるむ現象が起きてるらしいですよ、ね、表情筋を使わないからってことですね。そう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 、なるほど、そっか、マスクつけてれば愛想笑いの必要もないですよね。そうそう、だから本当になんかそういうのがあるらしい、本当に、なんかでも自分もまあ年のせいかもしれないけど、うん、最近なんかね、すごい、あれな、私の顔ってこんな垂れてったっけって思う時があって、それをなんかね、ぼやいたら、うんうんうん、お姉の大先輩が、なんか教えてくれたの。なんかそういうことが起きてるらしいよ、みたいな。あ、なるほど。そうなのよ。じゃあ顔面のマッサージは？そう、だからね、ね、皆さんこう、マスクつけながらね、顔は上げといた方がいいですよ、ね、逆にチャンスですもんね、このマスクつけてるから、どんな顔してようが周りに見えないから。そうそう、顔もこうやって体操してても多分バレないし、ね、うん、ねえ、でもなんか本当にそういうことがあるらしいので気をつけてくださいね、皆さん、ね、何の番組か分かんなくなってきたけど、確かに美容系番組始まったみたいな感じになってる。で、なんかマニアジの基本的な内容は変わらないので、うんうん、そうだよ。アニメとか、アニソンとか、うん、なんか、そういうことについて話をしたりとか、まあ、最近の2丁目についてとか、はいはい、ゲイ事情とか、まあ、そういうのを全部トータルで話をしていくので、うん、
基本的に、変わりはないので、はい。はい。こうやってたまには美容の話をしたりとかね。そう。顔のたるみ、顔のたるみの心配の話をしたりとか。いや、だってゲイね、美容に詳しい人多すぎません？そうね。いや、でもマジで、本当に。うんうん。なんか、こんなに気にし始めたのは、もう初めてかもしれない。なんか、まあいろいろと。まあでも痩せては来たんだけど、うん、痩せてくるだけじゃダメだよね、なんかやっぱり。うん、何かを改善しなきゃダメなのよ、やっぱり。なんなんでしょう、食生活？え、化粧品とか？化粧水とかそういうこと？おまあ、トータルよ。まあ、本当に。あなたはまだ若いから分かんないかもしれないけど、なんかね、抗っていかなきゃいけないのよ。抗って。でもなんか私の一応テーマがあって、うん、若作りをしたら年取る気がするのよ。ああ、なるほど。でも若作りだと思われてそう。なんか、こんな緑の、今日はね、緑のね、あの、半ズボン履いてるんですけど、はい、若作りだと思われてそう。外の人たちには。そう。ね、T シャツも結構可愛らしいで。で、金髪だし、うん、金髪も若作りだと思われてそう。なんかでも、私の中では、うん、トータルコーディネートだから、金髪も私の一部みたいなね。アイデンティティーな、ね、感じ。そう。だから、うん、若作り、おかしいな話になるよね。だから若い時から若作りしてたのかって話になっちゃうし、うん、私はずっとこの方なんだけど、みたいな、うん。そう。でもなんか本当にいたのいっぱい、お客さんで、昔。ああ、若作りしてる。そう、若作りしてる人がいたの、うん、おじちゃんが、うんうんうん。で、なんかやっぱ、若作りしてるから、もっとおじちゃんに見えんのよ。はい、なんかもう、追いついてない。そう、なんか、あなんつうの、それ、反面教師じゃないけど、うんうんうん、そう、それで学んで、あ、若作りってしちゃいけないんだって、若い時に思って。あ、なるほど。そう、シミを隠すために、色を焼いてる人とかがいたのよ。あ、めちゃくちゃ多いですよね。本当に。黒い人多い。いや、ただの、うん、シミを製造してるだけだから、ね、本当に。そっか。そう。だから、なんか、いけないのよ。あ、例えば、自分の、その、身の丈に合ったファッションとか、うん、あの、そういうのはするべきな気がするんだよね。ああ、確かにそうですね。まあ確かに私もなんかあの、うん、昔みたいにガチャガチャした感じの格好はしなくなったから、一応。その時その時に合ってる服装というか、そういう、はい、そういうのってすごい大事な気がするんだよね。うん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 。そう。なんかすごいダラダラとすごい語ってしまったけど。でもファッションね、ファッションは大事。この間ね、森月美優さんに教わってからちょっと気にするようにはなったんですけど、でも未だになんか、あれですよね、柄物とか、その、ちょっぴりワンポイント入ってるみたいなのを選びがちなんですけど、この間お姉ちゃんにそれを言ったら、あの、そういうのが、なんか、ダサいというか、中学生っぽいからやめなみたいなのを怒られて、まあね。ダメなんですよね。うんうん、そうなの。でも私もなんかさっきファッションの話出たから言うけど、なんかさ、あのね、昔はね、ほんと私、ピアスを私、うんうん、両耳で一応5個開いてんのよ。何で、5個開いてて、はい、指輪はジャラジャラつけるわ、うん、あネックレスはジャラジャラつけるわ、これなんだっけ、手につけるのなんだ、これ、ね、ブレスレット、ブレスレットはジャラジャラつけるわとか、うん、まあとにかくファッションに敏感だった昔は。ああ、なるほど。そう。なりきんみたいな感じだった。そうそう。いや、なりきんみたいな感じにはしてないけど、でも、あの、とにかくいろんな小物とかもちゃんとこだわったりとかして、つけてたのに、めんどくさくて何もつけなくなったのね。はい。でもそれが最近やっと、そんなんじゃダメだと思って、買い物したりとかするようになって、うんうんうん、でもやっぱね、もともとあった気質だったから、楽しいけどね、なんか、うん、そうで、この間たまたまね、丸井の、新宿の丸井の、はい、その、な、その、そういうブレスレットとか、ネックレスとかが売ってるお店に入って、うん、何このお店ちょっと可愛いじゃないと思ったら、たまたま山梨県のブランドだったのよ。へ、そう。すごい。すごい爆買いしちゃった。血が求めてる。これは山梨、買ったら山梨に還元されるんですかって聞いたら、ね、いや、ちょっとわかりませんって言われました。でしょうね。山梨のためになってますかって聞いたら、まあでも山梨の会社の山梨で作ってるブランドで、なるほどなるほど。だからまあ一応まあ還元はされてるわけ、まあね、そうそうそう。うんうんうん、そうなんか、
で、なんか聞いてもいないのに、私山梨県出身なんですって。あ、そうなんですかしか言われなかったけど、ね、もちろん。そりゃそうだよね、と思って。店員さんからしたらやばいのが来たって。すごいよー。本当に。でもなんか、指輪とネックレスとブレスレット全部買ったからね。うん、あ、本当ですかすごい。そう、まあまあな値段したわよ。そう。まあでもね、そのお店、ちょっとなんて名前だか忘れたんで。あ、ちょっと。丸いです。新宿の丸いです、ね。そう、新宿の丸いで。でもなんか期間限定で、とりあえず試験的に出してるらしくて。なるほど。はい、まあそのうち、うん、私に直接だったら聞いてください。もし気になったら。ね。まあでもね、もしかしたらその買うことによってね、はい、人気が出たという、ね、全国展開もする可能性があるかもしれないですからね。まあね、うん、まあでもそんな感じでなんか、東京とかでさ、うん、その同郷の人に会ったりとかすると嬉しいじゃん、やっぱり。なんか嬉しいですね。そういう感覚になったの。ああ、なるほど、なるほど。全然手、で、私も興奮しすぎて、店員の方も山梨の人なのかなって思うじゃん、うん、あなたも山梨の方なんですかって聞いたら、全然違いますって言われて。で、違うんかいと思ったけど。普通思いませんけどね、そんなこと。うん、山梨。違うんかいって。いや、山梨のアイデンティティのままここでね、売り越しやってんの、うん、やってねえのかよと思って。あ、そうなんだと思って。そこはね、いてほしかった山梨の人が。そうなのよ。なんかね、そこの、作ってらっしゃる店舗の山梨の人が派遣されてくればいいのにね、うん、はい、確かにそうですよね。そうなのね。まあ委託してやってるのかな、もしかしたら分かんないけど、うんうん、なるほど。あ、まあこんな話はどうでもいいんですけど、はい。はい、まあそんな感じでですね、はい、毎週木曜日だけになりましたけども、はい、マニラジ、マニアックステーションマニステのマニラジとして戻ってまいりましたので、うん、はい、こちらぜひぜひ聞いていただきたいのと、はい、引き続き、同じ内容ですけれども、スタンド FM の方でも、うん、木曜日、ね、はい、投稿しながら、はい、はい、やっていこうと思っておりますので、はい、ちょこちょこっつったらなんかすごいやるみたいじゃない。スタンド FM も木曜日、両方アップしていきますので、はい、ぜひぜひ聞きやすい方で聞いてください。よろしくお願いします。はい、ではそれでは皆さん、また来週会いましょう。さよなら。さよなら。この番組は新宿2丁目アニソンバーエミグリからお届け。エミグリはアニメゲームボカロだけが集まるアニソンバー。アニメなどに詳しくない方も大歓迎。セクシャリティ関係なく楽しめるミックスバーです。ご来店お待ちしております。